いただきます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、近塾のオンラインサロンのマンスリーライブ。えー、本日は三浦友里江さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます今日はどうもありがとうございます。すキラキラ光っているそれなんですか、何かつけて。これ。ニューウズマラソンの感想賞の、えっとティファニー社のネックレスです。 ティファニーもらえるんですか？乾燥すると、乾燥す,すると,するとティファニー社のはいあのティファニー社が全面的にバックあの出されているそうなんですか、はい、わいすごい知らなかったへえこの間マラソンをねはらあの走られたところなんですよねそうですねはいすごいあの毎日走ってらっしゃるんですかす週に週に3回くらいですそうですかうん、うん、もうどのぐらい前から あ、だから十年。十年ました。<年>うん、あの三点一一、あ、十十二年ですね。そうですか。きっかけがあったんですか。はい、それは。なんか。三点一一の時。落ち込んでいたからっていうのもあって、うん、で、もともと歩いてたんですけども。うん、あの、娘から歩く人見てみって、ダサすぎるって。っ、えー、で、走ってる人全員見てみって、どんな人もみんなファッショナブルだよっていうのがきっかけでした。 あそそううだって、えー、あそうなんですかでもやっぱり続けるってことがすごいなっていうふうにね思うんですけれどもまあきは3つの筋のお話をね、うん、しますよっていうことで,で、ね、なんかその筋って何っていうところで皆さんこうね思っていらっしゃると思うんですけれどもじゃあその1つ目の筋っていうのはそのマラソンに関係してますかあもうあの筋肉がなないいと結局42キロは走れないので 確かにで,で、体の、えー、と7割の筋肉って下半身にあるっていうふうに言われてるので、うん、結局そこをずっと鍛えることで、私結構一日、料理の仕事で一日経ってても全然平気なんですね、おかげで。うん、もうだるくて座りたいと思うことはないので、うんうん、週3ぐらいではたあの走ってるっていうのは、維持されてる形なのですごくい,いいんじゃないかなみたいな。 すごいやっぱり筋肉もそうですけれども、再生する時間が必要、休める、ね、時間が必要ですよって言われるので,で、ねあの、いっぱいトレーニングばっかりすればいいというものではないと。ではないです、破壊されていくとまずいので。 そうですよねだって本当にやっぱりこのぐらいの、ね、年齢になってくるといろいろなところでこう病気になってくるんですけれども、うん、やっぱりこう何が一番大事なのかなと思った時に、まあ、昨日もねテレビでやってましたけど、まあ、病院の病院食の方で活気が多いのでビタミン D が足りないからあのなんかそういう食事の中に病院食の中にねそういうあの いいろいろメニュー献立を買い出したりっていうふうになってましたけどやっぱりその筋肉っていうようなところにあの目をつけているのはあの世界的にもねこう入院したりとか病気になったりした時もうちょっとでも23日まあ私もそうでしたけどコロナで1週間とか寝たきりになった後もう歩けないんだって思ってこんなにまで下半身の筋肉が落ちてしまうんだっていうふうに思ってびっくりしたんですよね。 やっぱりすごい下半身にそんなにたくさん筋,筋肉ある,んあるっていうふうに聞いてあなるほどって思いましただから上半身を鍛えるって女性は難しいので,、うん、でやっぱり下半身さえ安定してれば、うん、骨は全部それが支えているのでそうですよ、うん 確かにやっぱり私たちって骨が支えてくれてるしねこう動いたりなんかするのもこれ全部筋肉だし、まあ、筋肉っていうのがこう伝達してあのいろいろなところがあの 代謝も上がったりであるとか血液が流れるう、ね、もう心臓の動きもこれ筋肉だし、うん、そうすると本当にその筋肉っていうのが大事っていうことはもう世界的にいろいろな人たちも分かっているので,で、ねあのね、今回ナンバーワンになったあの侍ジャパンもそうなんですけどスポーツ選手はものすごくその辺りのことは詳しくて、うんね、あの私もずっとずっとこう、ね、筋肉をアップするのを顔に あの塗ったりとか体中全身に塗ってたりするんですけどそれは NASA が開発したんですよもうそういう菌があるっていうのを発見してでその菌をサッカー選手とかに塗ったらまあ脂肪が燃焼して筋肉になったと。でその脂肪が燃焼するときに出てくるア,ブアディポネクチンっていうホルモンがあるんですよ。 でこのアディポネクチンっていうすごいホルモンが出てくることによってもうこれねがんにもいいっていうことが言われていてもう当時これを発見したのは日本人の学者さんだったんですけどもうすべての病気が治るっていうふうでもうこれで、まあ、アンチエイジングねも,うあのもちろんそのずっと若さを保てるっていうことで美容にもいいし健康にもいいしっていうようなことで、まあ、海外ではもう要人この人死んだらまずいっていあの <laughs> もう活かしとかなきゃまずいっていうような人はもう寝たきりになってもそれをするとかっていうふうにやってたんですけど、やっぱりそのぐらいそのねあの筋力をアップするためにはそのある筋が大事だっていうそのある筋っていうのが実はバチルス筋っていう名前なんです。うんえー、聞いたことありますか？いや初めてです。でも私はコジを使っているなって自分で気がついたので、うん,でね、うんまああと増材筋と。 うん、そう,そうなんです。そう、だから日本人はもともとそういうのをね、食べてて、バチルス菌は。何に近いかって言ったら、実は納豆菌なんです。うん、あ、あ、<う>あ、破壊しますもんね、ね納豆菌は、ね、いろんなものを。ね うん、なのでなんか金をねいろいろと研究している人いるじゃないですか EM 金であったりとか、うん、万能酵母であったりとかいろいろなのをねこう研究していてやっぱり去年は五黄中級だったので、うんね、麹だったり塩麹だったりっていうふうでやっぱり腸内をね整えましょうって言ってあのやっててこの間ゴチになりますのねぐるナイのやつを見てたら斉藤匠さんでも金活をしてるっていって。うん してますというふうに言われて、うん、れあのここからはね金、うん、を取り入れた食事にしようかなっていうぐらいもうスポーツ選手から芸能人から一流の人たちが一番やっぱり注目しているのが、うん、このやっぱり金ということで、うん、筋肉をつけるのも金だし、ねうん、そうなってくるとやっぱり三浦さんはもうお料理の専門家だから。 ずっとそれもやっぱり並行して取り入れてらっしゃるってことですよね、うん、そうです私の場合あの考えてってずっと思ったのが発酵として考えてなかったっていうのはあって、うん、菌としてかんそうなんです,、ね、んですだからいろんな方が発酵、うん、発酵って言われて<ー>で私はちょっと違うなっていうのがあの<ー>思っててそれがやっぱり菌が生きてるものっていうことにすごく うん、共感しててだから味噌作りの時もずっと作った味噌はなるべくそばに置いてくださいってお話をしてで時々抱っこして「よしよし」って言ってねってお話をするんですねだから生きてるものなのでお声かけをすることによって味噌が、うん、あの要は暗いとこに置いちゃうと放置されたって思うんです。うんうん と思,う<え>思ってるんです私が。まあ、だから、まあ、あの、本当に、うん、あの、愛してますとかってできるだけ漢字で書いてもらって、それ2.5キロなんで、赤ちゃんと同じぐらいの。 重さになりますよ、ね、それよしよしってやってねってお話をするんですねみんなえっって言うけど<ー>やってみるとだんだん愛着とやっぱ麹は喜びます本当においしくなってくる、えー、であのなるべくだったら喧嘩する時はそれをはあのしわさかさもそうですよねちょっと嫌なことがあるとまずくなるっていうふうに聞いてはい、はい、やっぱりそうなんです放置したりするとまずくなるけどそば、うん、に置いて、うん、よしよしって振ってあげるとどんどんやっぱり。 反応してくれるっていうのが分かってきたので、うん、自分の体もそうなんですけど、反応してくれるんですよ。うん、褒めると。だからよく走ったね、みたいな。だからそういう、すべ<ー>て自分の意識とは違う、あの、その筋っていうものは、うん、お声かけによって変わる。<laughs> すごいそれをうまく取り入れていくと、うん、入った時に、あの、これ食べたから元気よりも、うん、いい子だよねって食べると、全然違ってくるかなって。 うん、やっぱりコミュニケーションが取れるものだっていう意味ではなんかもしかしたら菌の方が操ってて私たちのこの肉体の方を操ってて、うん、もうある意味そういう本もいっぱい出てますけれども、うん、その腸内細菌が考えてあのここは怒った方がいいよとか指令出して怒るとか <laughs> あここは楽しいから喜ぶとか、うんそのね、菌の種類によってその人の性格が 変わってくるるであるとか、うん、思考も変わってくるというふうに言われているぐらい菌の方が脳のね脳で考えるよりも賢いって知ってるし言霊が通じてるような気がするんですねなので必ず声をかけるし、うん、であ,のありがとうって言って使っていくとやっぱりその入っていく時、うん、だから、えっと、納豆菌ってえっと、うん ぬかか漬けとか殺殺すすんですよ実はそううなののしちゃうのだから、うん、そうあまりその納豆は強すぎちゃうんだよって言われました。そそうなので私落としたことあるんです実は納豆を間違ってぬか漬けの蓋開けながら納豆、うん、<laughs> って言った時に「ごめんね」 って一生懸命あのそーっと取って「ごめんねあの絶対増えないよねいい子だもんね」って言ったら <laughs> 本当に死ななかったんですおけよ。一発で駄目になるって言うけどやっぱりそういう風に言えば「うん、あ納豆菌もそうだよね」って <laughs> 迷惑かけられないよねって思ってくれたのかなとか何回何か過保護にするよりもじゃないけれどもまあ,あの強いというかねそういう意味では、うん、一度そういう試練にあったとしても。 っていうようなところは復活する再生する能力もねあるのかもあるみたいですね。うん、なのでお声かけをするっていうことを知ってから、うん、もう本当に金と仲良く、そ、うん、<laughs> から金を養っては仲良くすることなんですね。うん、なのでえっと先月味噌あ違う今月か味噌作りに参加された方は必ずそのことを伝えるんで、うん、えって <laughs> えって言われるけど多分はい声かけてらっしゃる方は味噌が 私も,でもあの味噌作りして押し入れの暗いところにっていうふうにねこう入れてありますけどそしたらもうなんか霊安所がいいですよっていうことではなくやっぱりそれよりはあの霊安所でもいいけれども、まあ、たまにこう出したりとか声をかけたりとかあて。全然違うんですね。やっっぱりすすごいあの昔ですけど カビちゃったでもまあカビにしても金なのでそういうような形でねあのいっぱいこういうところにあるわけだから本当にもう今の時期あの、まあ、今後ろね桜ですけども桜祭りなんかでこの辺りの地元では神社でもねお餅をこう巻、ま、いたりとかっていうふうでもうお餅もすぐにカビてしまったりっていうふうなので、まあ、やっぱりもう常にこの私たちは生きてる中で金を吸って。 菌を吐いてっていうぐらいで見えないけれども、うん、<laughs> もういっぱいもう溢れた中で生きているのでそのバランスによって私たち自身の気分も変わるし、まあ、食べ物によって健康も保たれるし、うん、もうさらにはさっきのねその筋力をアップするってこれはまあその、まあ、ミトコンドリアっていうのがねその,あの筋肉の代謝をする時のエネルギーに必要なのは。 っていうこの空気とやっぱり糖質なそしてまあその私こうバチルス菌のやつをね塗ってますよっていう風でこれもその脂肪を燃焼するってことは脂肪もこう食べ物だったりとかっていう風になるしこう筋力つけるにはタンパク質がないとね張りも保てないしあの血管のこのねえ全部膜から何からって全部がこう最初に作られているものってこうね筋肉作っているものっていうのは。 やっぱりタンパク質じゃないですか。なのでこ、ね、の時期におすすめな、うん、そういうなんかアップする食べ物って言ったらどんなものになりますか私はもう断然小豆をおすすめするんですね。はい、アレルギーがない限りっやっぱり。でえっ、ー、とそのさっき下半身ってお話し,しましたけど、うん、下半身はやっぱりいいよりも超か腎臓。 が近いので腎臓の形と小豆の形ってそっくりで,、うん、でこの時期やっぱりお彼岸があったりその入学卒業とかのお祝いでお赤飯とか小豆、うん、を使ったお,のおはぎとか食べるのはやっぱりそういう節目で、うん、やっぱそこをちゃんとリセットするっていう力が、えーうん、で、あのー、甘くないと小豆あんこじゃないって言われる方多いんですけどそのままお塩で炊いても すごくやってのほんの少しのあ本当にあずきを炊くきに、うん、あれ最後に味付けしていくじゃないですか、はい、お砂糖,で砂糖に砂糖にまた塩を入れてっていうことはやりますけど砂糖を入れてあのお塩をほんの一つまみ二つまみって入れていくんです、うん、そうするとあずきの甘みが引き立ってあのそれを煮ておくとサラダとかにかけたりす<ー>るんですよね。 えー、やっぱりすごいですね、うん、日本ってその行事の中にね食文化がなんか残るように出て,てますけどこの時期確かにあのぼたチというかお彼岸の時にねこうあのおはぎというかなんかね、うん、こう食べたりとかだし、うん、入学と卒業の,、ね卒業のね、時にっていう味でなくない。うん あの石飯を炊いたりっていうふうでしますけど、うん、そうかやっぱりそうやってもち米だったりっていう糖質とそれからまああのねこう炭水化物の中にあるそういうようなものとタンパク質とかっていうのがちゃんとこう日本の文化の中には入って取れるようになる、うんうん、だからそれでえっと塩麹でちょっと本当に薄くつけておけば、うん、サラダでも何でも あの、要はね、あの前の人参の虫し人参の話をしましたけど、うん、小腹が空いた時って一番まずいんです、うん、甘いものを食べたくなる。食べたくなります。バーンと血糖値上がります。<お>で、バーンと血糖値上がります。そうなんです。うん、そう。だからその時に、あの虫し人参があったり、ゆで小豆があると、うん、本当にそれ食べると、ちょっとめっちゃる。 なるほど。と、下手な油は一切入ってないので、うんうん、だから食事作りながら、もう、あの、それを食べながらやってると、変なつまみ食いはしなくなる。うん、それがね、すごい。だからお子さんがご飯待てない時も、うん、小豆をその煮たや、ねあえて、あの、そこの上に蜂蜜をかけたりして揚げれば、本当に甘く、調節ができる。 一番最初作るものからうまくしちゃうとねもう思春期のうちのね、うん、息子なんかはやっぱり甘いものは嫌だっていうふうに言うんですよねでこう筋トレしにね週に何人しかこうジムに行くんですけどもうその後とかは鳥のささみだったりとかねそうやって甘くないものっていうふうでこう筋力をつけようっていうふうにするんですがこの時期じゃあ小豆は本当にもう万能というかいいまあ一年中いいんだけれど今この3月の終わりから4月っていうのは取る時期だから小豆のその 商品的なものを食べるる機会がある時だと思うんです、うん、で、5月の,そのお節句の時もまた柏餅ちってありますのです、はい、その24節句は食べた方がいいような感じがしますね。うん、でやっぱりその第一チャクラ的に第一に足をつけて力をためて、うん、であの動くっていう形をとるのと、うん、もう一つは本当に山菜で,ですけど苦味のあるものを取って背徳もする。 そか4月はやっぱりこうデトックスっていうようなことでよくね、うん、言いますもんねよもぎだったりとか、うん、あといろいろな酸素みたいなものでちょっとアクが強いかなっていうふうに思うんだけれども、うん、あえてああいうものを取るといいんですか、うん、なんですけどやっぱり一般の方はとてもそれを取るのが難しいのでい、うん、よもぎ餅ちのちょっといいものを食べる。 あの安くて色がつけてある、うん、まあ色もついてるかもだけど、うん、絶対ヨモギが入ってるっていうものを買われればあの食べてますそれであもうそそれれでででちゃんんといいんですねなかなか料理はね忙しくてできないよっていう人も多いと思うんですけど、うん、そっか市販のものでもいいのでまあこの時期はそのデトックスも、うん、あのちゃんとできてっていうところであればそういう春に出てくるようなものも、うん、今ちょうどね菜の花なんかもねあったり。出てますね、うん<で>うん やっぱり本当にその季節に応じたものを私たち取り込むっていうことが、まあ、体を作るにあたっては非常にもう必要とされているんだけれどもいい、ねうん、日本人の感性ってすごいですねそのあたりでちゃんとその時期にそういうものが行事として、ね、用意されたりとかっていう風でそうで3つっていうことはじゃあ一番最初は筋肉の筋で2番目がこの筋細菌とかあのボ募とかの筋。 で、三つ目の金って言うと <laughs> お金ですね。はい。金なんだ。ええ。そう。それは、うん。だから結局、あの、お金に買えがたいものを手にする。あの、前の二つがあってですけどね。うん。もうお金に買えがたいもの、まあ、お金に、うん、本当に、積んだら何億っていう代償のものを手にすることになっちゃう。うん、うん。で、もちろんね、本当に金が降ってくれ,れば、わー、なんですけど。 うん、でもそうなると思いますやっぱりなんか、うん、あのお金っていうのも私もいっぱいいろんなのでねこう勉強してきて分かったのは思考癖みたいなところがあるなというふうに思ってどういうふうにこう使っていくのかっていうようなところのこの循環がすごくあの大事なんですよっていう話をよくねさせてもらうんですけれどもこう出す時の気持ちでね「あもったいないな」っていうふうに出すんじゃなくて快く「あのいってらっしゃい」みたいな感じでまあ、ここにもね、うん、声がけみたいな感じの気持ちの意識っていうようなものもあったりするし。 あと去年こういろんなところにツアー回った時にあの地元の、ね、温泉とかにこうちゃんと入って、ね、地元の、ね、金をつけておくと来年金運が上がりますよっていうふうに言われてそれで「あそうなんだってこの金が金運をアップするんだと思って私も初めて知った」とかっていうふうにね思ってもう時間がない中みんなで、ね、温泉に走ったりとかっていうふうにしたんですけどやっぱりねなんかこうこの金っていうのはお金の金でもあるし、まあ、さっき言われたお金に換えられない。 健康っていうようなお金いくら積んだって本当に命を何とかしてくださいもうこの病気を何とかしてくださいって最終的にね健康であるっていうことはもうそれ以上何もいらないわって思いますもんねそうですね本当に私だから10年以上走れると思ってなかったんですけど、ね、要は自分の,その年齢の10のくらいが変わっていきますよね、うん、で、うん ええー、でももうそろそろやめる時期かなと思ったら、ウィメンズマラソン88の方が走ってるんで。すごい。だから私、同じ日に88の方が完走しましたっていうのを聞いて、はよかった。実はその方を見てますので、その日に。で、<ー>わ、この人だと思いながら見てて、同じ時に大江健三郎さんだったから、88で亡くなってるって聞いた時に、同じ88の違いをすごい、 うん、実感したんであの88の方北海道の方で90まで来ますって名古屋にって言われてるのでそう思って生きてらっしゃる方は多分終わったその日から来年のウィメンズを目指して体整えていかれるんですよね、うんうん、だからこれ本当に何億ってお金に変え難いものを持ってらっしゃる方もどんどん見ることができる。ね で、実際、現金も手に。なりますよね。うん。そうです。なんか、私、前にね、万能工房の作り方のところに、こう、参加した時に、うん、まあ、その方がやっぱり、あの、走ってらっしゃるっていうふうに言われて、昔の人たちは俵三つ持てたし。そう,そ,うそう、そう、そう。なんか、あの、飛脚なんかでも、東京から大阪まで、こう。 手紙とかもね運ぶのもそうだし、うん、飛脚なんかでも走ってたわけだからとかっていう風でそれぐらいあの何ていうのかな大丈夫なんですよって言ったんですけど彼なんかもマラソンの大会とかに出る時に全然走ってなくていきなり走って走れるんですよっていう風に言ってたんですよ。ででできると思いいいますすす考え方的にはそそ、うん、そうううううかかやっぱりなんか三浦さんもそういう感じ あだから走れない時があるから、走れない時に走れないからダメっていう風に思ってた時期があったので、シミュレーションを一回走るとできるようになるんですね。だから、例えば岐阜まで何キロっていうと、何時間で走れるっていうのがパッと頭にもできるんですよ。あの、歩いてらっしゃる方っていうのは歩数で数えますけど、ランナーは全部距離で考えるんです。距離イコール時間で考えますから、岐阜まで40キロ、あ、そうなんだ。フルマラソンと変わらないなとか。 っていう感覚でもう見ることができるので、もう名古屋市内はどこでも走っていける<ー>自信はあるし、ね、やっぱりそういう感覚、感覚がすごく鋭くなっていくっていう意味では、その走っている人もあの旅で走ってましたね、足のような靴下で、<あ>もう足、<っ>足が痛いんじゃないかとっていらっしゃるし、<ー>大阪マラソンは一本下駄も見ました。 そうです彼は3時間半ですごい方でしたけど、ね、すごいですよね、やっぱりだから日本人のそういうもともと持っているような感性みたいなものも、ね、なんか3つの金って言ってたけど、4つになっちゃうけど、感覚で、感覚で、分量でこれって1キロだなとか、あ味噌これ2.5キロだなとかね、うん、なんかそういうふうにだんだんこう、ね、分かってくる感覚もや、うん、ね、やっぱり、どん直感で、やっぱりこれはチャンスだなって見抜けて。うん ね、そしてチャンスにこう乗っていけたりとかっていう運もついてきますよねそうするとね,ね運を自分のね味方にしてっていうようなところもすごく関わってるなっていうふうにね思ったりします。もう本当になんか三浦さんは引き出しが多いので いっぱいいっぱいいろんな話を聞きたいなっていうふうに思うんですけれども、うん、今度ねあのこの話の続きもっともっと聞きたいなっていう方はお茶会を三浦さんされるっていうことなので3月の30日ですかねそうなんです、ねうん、本当に急にやらせていただこうと思ったので。でこの春の春 やっぱりこう食べ物だったりとか生き方だったりとか考え方だったりとかそういうようなところでリセットしたいもうね手放したいもう春からは新しい自分としてスタートしたいっていう方たちがいっぱいいらっしゃると思いますので是非是非ねそんなお話を聞いてみてください。もうなんんか三浦さささはああのののねねっっきちょっと聞いたらそのねあのマラソンをされる前後にあ 知らないんですよっていうふうに言われて普通だったらね私なんかでも準備運動とかがない整理、うん、運動もない準備運動普通するじゃないですか私なんかでもこう歌う歌う前にね発声してで歌った後も休ませてとかっていうようなことあれですけど、うん、えっと走る前に準備運動もしないストレッチもやりませんやりませんというやりません、うん ストレッチしないで乾燥できるってその秘訣をじゃあこのお茶会でもぜ是非教えてください。すごいですね。LINE 公式の方に登録していただいてそしてあのお茶会参加したいですっていうふうにおっしゃっていただいたら Zoom、うん、のねリンク先の方を三浦さんの方から送らせていただくという感じになると思います。じゃあこの LINE 公式に登録してくださった方にもちょっと何かねあのこの時期あのこんなことっていうような。 何か情報を教えていただいてもいいですか？うん、えっとね、やっぱり私、生姜の人なんだなって思ったんですけど、生姜で作る味噌なんですけど、うんえー、ごぼうが入るんですね。す本当にこれ、あのびっくりするようなお味噌汁が出汁もなくてできちゃうので、えー、簡単で健康になるよっていう。そうなんです。はい。 いやな何かいろいろなものをね、あのー、高いものを買って揃えなきゃとかって私のさっきのね<あ>バチルスキンのクリームなんかでもうもう2万円ぐらいして高くてもうね、えー、そうそうそう続かないから お顔には酒粕のペースト塗ってます。あ、そうですか。もう日本、あの、酒粕で、ちょっと、うん、ちょっと走ってて色が黒いのかないやいやとんでもない、とんでもない。やっぱりそうやって、ちゃんと金で、あの、うんうん、アンチエイジングなり、美容なりもできるということなので。もう、ぜひ三浦さんのいろいろ健康法であったりとか、ね、そういったものを、もう、盗んでいただきたいなというふうに思います。あの、はい、聞けば、もう、いろんなものが出てくるよっていうような感じ。<laughs> なので最短で幸せになりたいというところはありますよね、うん、本当に何かすでな私、すっごいやっぱり回り道したので,同じくで、ね、いっぱい回り道もして、うん、でもういっぱい失敗もしてそしてね、ね、まあ、バチルス菌なんかでもそうですけどね塗るとね痛いんですよ、もう筋肉痛になるっていうのが難点でって。はい <laughs> いうようよなところもあったりしてまあ,あの納豆とかねそういうものだったらいいなと思っても、うん、でも納豆だと今度は強すぎちゃうよとかっていうふうにして、うん、いいものばっかり取るっていうものが実はいいんではなくて何かと何かのバランスでこういうふうにするとうまくいくよっていうものがあったりしますしまあ今のお話のように走るっていうことはねあのいいですよっていうふうだけれども、うん、あのその前にねそんななんか。 あ,のあえてこういうことはしないんですよとかっていうような方法があったりって言っったら、うん、人がやっているものって知りたいいじゃななですかかせっかくならね自分が<う>あのあの体験したようにっていうふうでもちろんその筋肉つくっていう意味では脳がね、うん、マラソン選手を見てるだけでも脳は自分が走ったんだっていうふうに勘違いして筋力がつくんですよと言われているぐらい、うん、私たちの思考とか脳っていうのはもう最高なマシンなので。うん ね、そうですね。物も,もね、あのフルに使っていただきたいなというところはあったりいたします。うん、なので、まあこの時はちょっとね、ジンジャーシロップの作り方をっていう風でプレゼント。なんです。これもでもすごいんです。ね、これもすごいですから。<laughs> これもすごいです。じゃあシロップのことをまだ知らない方はね、<laughs> ぜひぜひあのそれもっていうと三浦さんも、うん、あの教えてくれると思いますので、公式ラインの方に登録をしていただいて、はい、そしてあのまあ登録した方はね、あの 今回チャットでごぼうってていいに入れてくださいそしたらまあごぼうの情報来ますしジンジャーシロップって入れていただいたらジンジャーシロップのね本当に情報も全部全部来ますしでに登録しているのにその情報は見逃していたわという方がいたらまた再度ねあの送っていただけるというふうに思いますのでね、うん、ぜひ,ぜひあの3月30日の10時、ね、朝の10時ですね平日なのでっていうような方はまた録画でもねあの三浦さん、うんあの ぜひっていうふうにぜひぜひそうです、ねはい、あ録画も取らせていただいてあの来、ねはい、てくださるかもしれませんのであのチャットの方からね、うん、そうやってご連絡を取っていただければなというふうに思いますねこの、はい、本当に何かね桜もねあのせっかく満開になるというようなこの時期がまた寒く。 なりましたした健康はね一番やっぱりこの時期こうどうやって健康を保とうかなっていうふうに、うん、あの思ってる方いらっしゃると思いますのでね今日の情報はすごい本当に面白かったです。3つの菌ですね<あ>で筋力アップあそしてあの、ね、腸内細菌とかの菌を整えるって筋とのこう仲のいい生活っていうようなことでね 金とちゃんとこう声をかけるっていうこととまあ最後は本当にその金運までアップしてしまうっていうようなところでそういうこう体のね資本がちゃんとこうあの元気っていうようなところで活動がしていけると思いますので今年はね金運をアップするためにもこのね3つの金を活用していただければというふうに思います最後に三浦さんの方から一言お願いします あ本当に今日はこの機会をいただいてありがとうございます。3つの金っていうのはね、本当に鹿さんが引き出してくださったキーワードなんですよね。あ、持ってるっていうことで、本当に自分でこれをまた見て、はこれ本当に皆さんにお伝えする内容がたくさんあったっていうことに気づかせていただいたことに、本当に今日は感謝させて、あの感謝がいっ,ぱい,感謝でいっぱいです。ありがとうございます。 ありがとうございました、はい、本当に朝早くからご覧になってくださっていた方もありがとうございます。それでは失礼いいいたします